神戸の石炭火力発電所の建設をめぐり、環境大臣が提出する意見書の内容に、経済産業省が修正や削除を求めていたことがわかりました。神戸製工所は神戸市に石炭火力発電所を2基増設していて、住民が建設の差し止めなどを求めて裁判を起こしています。代理人弁護士によりますと、 環境への影響を調査する環境アセスメントの手続きで提出する環境大臣の意見書に対し、経産省が事前に文案をチェックし、修正や削除を求めていたということです。石炭火力発電所が天然ガスと比較して二酸化炭素を年間380万トン多く排出することになる。環境保全措置が満たされない場合は、 建設を認めることはできないといった案が削除・修正されていました。